クソゲーは奇跡の連続です。クソホラーゲームの実況。ハッチマルよ。前回は島の反対側へ向かって、意味深な意味のない会話をして、バルブを閉めたところまでだったね。以前通れなかった場所が通れるようになっているな。ギミックもこういう繋がりがあるところはあるんだよ。だけど後半は繋がっていないところが目立つ。その辺はこれから見ていこう。このゲームは未完成品だと前回言ったが、どうすれば2050円にふさわしい完成品になるんだろうな。バグを除いた場合、このゲームの一番の問題は、お話が全く面白くないというところだと思う。ホラーにお話を求めない人はほとんどいないだろう。この先の展開も本当にひどくて、大幅に回収しないとか半数の人は納得しないだろうね。このゲームって結構期待されていたみたいなんだよな。まともなSteamのホラーゲームだってね。まともじゃないので溢れ返っているからな。で、蓋を開けたらバグだらけの未完成品。期待して発売日に買った人は怒るだろう。で、どこまで改善すればお値段相応になるんだろうね。許容範囲は人によるだろうけど、ストーリーを直すのだけでもかなり時間がかかるはず。音声、字幕、バグ、アクション、謎解き、ヒント、いつになったら終わるんでしょうね。それで疑問に思っていることが一つあるんだぜ。Steam で発売延期をしたら、何かペナルティってあるのかな？とりあえずここにヒューズを入れて、電気の修理をして先に進めるようにしよう。パッケージだとプレスや流通の関係で、延期が損失を生むというのはわかる。だけどダウンロード販売の場合はそれがない。もちろん開発期間のずれ込みによる損失が出るのはわかる。今ロシア人二人組によるインディーズゲームに注目しているんだが、4月発売だったのが発売日未定になってしまった。これはクオリティに納得できないかららしい。彼らは何度も延期を繰り返し、結局未定になっているんだが、ペナルティはないんだろうか。ちなみにこれは早期アクセスの話。前回納期と言ってしまったが、別にこれは誰かから注文されているわけではない。ペナルティさえなければ自分で好きな時に出せるはず。PS や Xbox の方にペナルティがあるのだろうか。だとしたらまだ事情が理解できるんだよね。開発の見通しが甘かったんだろうけど、違約金が発生するんだったらわからないこともない。だけどもしペナルティがなかった場合、いくらでも延期できたはず。もちろんその分収入は入ってこないけどな。だとするとこれってかなり悪質なんじゃないかな。未完成品を無理やり発売し、期待していたプレイヤーを騙したことにならないか？もちろん断罪するつもりもないし、その資格もない。我々は対象外だからな。あくまでペナルティがなかった場合のお話だね。まあ開発期間と資金は開発者の問題であって、購入者の問題ではないってことだな。それではさっき見つけた狼のプレートをはめていこう。これは食物連鎖に関する謎解きだぜ。各プレートにある点を、それぞれの食物に合わせると道が開けるよ。合っていると思ったら真ん中のボタンを押せばいい。とりあえず押してみようか。このようにペナルティがあります。これも結構答えが曖昧だと思うんだよね。最初はシは鶏に合わせるのかと思ったんだが、正解は羊らしい。試行錯誤が前提のパズルで、このペナルティはちょっと。確実に答えが一つならよかったんだけどな。で、死ぬかどうか試してみたんだけど、もちろん死ぬよ。度重なるバグで堪忍袋のを開け仕込んでいるから大丈夫。それではさっさと正解を入力して進もう。あと2、3回で終わらせたいから、駆け足でやっていこう。実際のプレイの様子は他の人が挙げているので、それをチェックしてみるとよりこのゲームが理解できると思うよ。こういう仕掛けはバイオから続いているが、住みにくすぎるだろというツッコミがあるな。嫌いじゃないんだけどね。否定派も肯定派もどっちの気持ちもわかってしまう。どうせ創作物なんて荒だらけだから、それを忘れさせてくれるくらいのパワーがあれば、全く問題ないよ。それでは探索を続けていこう。おそらくここがこの組織の研究の核となっていた場所。この組織が行っていた研究をふんわりと教えてくれる、資料があちこちに落ちているぜ。スカイダムは一体どんなことをやっていたのか。これはここで人体実験を行っていたというメモ。ゾラフェキシンという物質を注射して、どのように検体が変化していったかの記録。あとテキストが途中で切れている。音声では患者が死んだってことが、語られているよ。
今のはドクター・バーナーって人の記録。スカイダムの研究員で人体実験を行っていたんだね。ホラーでは定番だな。というかあのババアはこんな危険なとこに、自分の娘の夫を連れてきたのか。しかもズブの素人をな。さらに言うなら6に事情も説明せずに。レジスタンス側の人間はパイロットを含めて4人。もしかするともっといるのかもしれないけどね。もうちょっとマシな装備を持たせてやってくれよ。まあこれには理由があるんだけどね。そしてやっぱりマップの雰囲気だけはいいな。そこはいい点だね。これは新たな被験体が死後生き返ったという記録。実験が徐々に成功していってる様子を表した文章だね。ここでもタイプミスというか、書き間違いがあるみたい。やはり時間が。他には回復アイテムがちょっとあったくらいなので、カットして先に進んでいくぜ。それで細かいバグなんだけど、演出が狙ったタイミングで行われないというのがあるよ。この先に足の乗った車椅子があるんだが、本来ならここに来た時に影から出てくる。この時はなぜかすでに終わっていたよ。検証のためにもう一度プレイして気づいたんだぜ。それではパズルをやっていこう。これは縦横の数字の合計を合わせるってやつだな。最初は難しいかと思ったけど、やってみるとそんなこともなかったね。それではこの先に進んでいこう。しかしここでもバグが発動。ドアのランプが青く光ったから、開けるために E を押したぜ。するとこのように再びパズル画面になる。こうなるとエスケープでも抜け出せない。仕方がないので強制終了してやり直したよ。ここって実は勝手に開くんだよな。だからそれまで待っていないといけないみたい。そしてこの先は狼のプレートを見つけた場所に繋がっている。それでは先に進んでいくよ。それでなんでここを探索しているんだっけ？それがもうわからないんだよね。クレアからは何の連絡もないしな。ただカードキーを拾ったからここにいるんだよね。それでもきっと盛り上がる要素はあるはず。ということで2回目のボス戦だよ。ここは本当に恐怖のスポットとなっている。この時点で心が冷めきっているから、ゲーム自体には恐怖を感じない。ここは実験体の処理場だったのかな？ボスの造形は結構好きなんだよね。ここの化け物は体に機械をつけられている。テキストでいいから、この辺の説明も欲しかったね。このボスはおそらくジェイコブを捕らえた時にいた、もう一体の化け物だと思う。もうちょっと判別しやすいように、チェーンソーでも映して欲しかったな。目と口が縫われているのは結構好き。ということでボス戦です。戦う理由は全くないが、襲ってくるんじゃ仕方がない。それでは中に入ってみよう。やり直したおかげでショットガンの弾は十分あるぞ。それでボスの造形なんだけど、目を開けない方が怖かったね。仮面ライダーストロンガーの、ジェネラルシャドウを思い出してしまったぜ。ここはぶら下がっている死体がとにかく邪魔。視界の邪魔だしショットガンの弾を吸収するし、はっきり言って外に出て戦った方がいい。こいつの行動パターンはゆっくり近づいてくるだけ。その後掴み攻撃。これは2発で死んでしまうよ。近距離ショットガン2発で1回ひるむから、計算しながら引き打ちすると楽に倒せる。火炎放射器男よりも雑魚だね。しかもギミックもないから退屈。はい。というわけで無事倒せました。さて、ここからが本当の恐怖の始まり。私たちが一番やり直したポイントだね。バグでやり直し、イラついてボスに殺され、またバグでやり直し、地獄のスポットだったな。とりあえず中を調べていくよ。ここで前回入手不可能だったバッテリーが手に入る。これは最後までインベントリの肥やし。やっぱり消費アイテムとして登場する予定だったんだろうな。あと一見して取れるのは回復薬の元。それと文章が一つ。これがその回復薬。この時は入り口付近の文章に気づかず、やり直した後入手したぜ。とりあえずゲーム機でセーブしておこうか。それでは先に進もう。で、ここでこのゲーム最悪のバグが起こるよ。もちろんさっきから画面にちらついていた、この程度のバグではない。これスカイリムでよく見た気がする。で、さっさとバグを見せろと思っているかもしれないけど、バグはすでに進行中。我々の預かり知らぬところで、ゆっくりと進行しているんだよね。その説明のためにまずは洋館を目指してみよう。ここの日記も覚えておいてね。
さっきの施設から洋館前の庭に繋がっている。前回早送りで見たとこだね。ユダを欺いた者だけが入ることができるらしい。で、次に必要なのは、傷ついた銀貨30枚。はい。この時点で罪です。実はその銀貨を集めるために必要な鍵が、さっきのボス部屋にあったんだよね。で、取り逃したアイテムはないかと戻ってきたんだが。開かないんだぜ。ロード画面を挟むと開かなくなるみたいなんだよね。幸い中のゲーム機でセーブしていたから、大丈夫と思ったんだけど。やっぱりドアが開かないんだよな。つまりこのセーブデータは使えないってこと。これがこのゲーム最悪のバグ。セーブデータを上書きしていた人は絶望だろうね。そんな人はいないと信じたい。すでにこの時点で2回やり直しているのかな。この映像はボス戦前のデータからやり直している時の。この時点ではもちろん銀貨が必要ということは分かっていないよ。はい。積みました。何度も同じアイテムが拾えるバグに遭遇。検証してみると、アイテム欄がいっぱいになると、拾えることは拾えるんだがどこにも表示されない。おまけにそのアイテムはもう拾えないし、もともとアイテムを捨てることはできない。回復アイテムを全消費すればいけたかもしれないが、やり直した方がいいと判断したぜ。それでは回収し忘れたアイテムを回収していくよ。これは研究主任のドクター・ロバートが書いた遺書。この人がいないと化け物の生産ができないから、その計画を止めるために自殺するよって内容。この人はおそらくジェイコブを捕らえた人だと思う。じゃないと他にそれっぽい人がいないんだよね。こんな形で再会するとはな。わかりやすいように時系列とは違う順で編集しているんだけど、ここでもバグに遭遇したよ。遺書が何回でも取れるバグ。探索中のイーレンダは危険だね。そしてこれが銀貨の鍵の隠し場所。この血を抜くと取れるようになるけど、わかりづらいことこの上ない。これはロッカーの鍵。この鍵を使用して銀貨を回収。これから集めるもう一つの鍵で回収した銀貨と合わせて、さっきの石像にお供えすれば先に進める。この先にある空港の鍵を使うと5枚の銀貨が手に入る。そこで初めてあと25枚集めなきゃいけないと気づく。ユダはキリストを銀貨30枚で裏切ったからね。そして何かを取り逃していることに気づく。そしてボス部屋に戻るも入れない。ここでやり直し回数が跳ね上がったので、さすがにフォーラムを検索したぜ。ここの謎解きってゲームとして破綻しているんだよ。これはさっきの遺書の続きだな。自殺の前に実験体を逃がしたって話だね。もしジェイコブを捕らえた人がロバートだったら、あの時はまさに実験体を逃がしていた時だったのかもな。その後ボスに体を解放したけど、結局ジェイコブにやられてしまったと考えると、破綻なく説明がつくんじゃないだろうか。それでは空港の鍵を回収。ここも不自然さを感じるんだよね。なんでわざわざ空港まで行かせるのか。別にここのどこかの部屋の鍵でもよかったはず。邪推するとプレイ時間の水増し。まだいい方に考えると部屋を作る余裕がなかった。真相は闇の中だな。それでまずはロッカーの鍵の方を見ていこう。さっきの施設にもロッカーはたくさんあった。それ以外の場所にもね。インベントリで説明を読むも、小さなロッカーの鍵のようだとしか書かれていない。そしてここがどこかわかるだろうか。これはヘリが墜落したマップ。一番最初のマップだね。そしてここは一番端にある小屋。実はロッカーの鍵ってここのだったんだよね。こんなのノーヒントで誰がわかるんでしょうね。一番最初にこの供養をしてくれた人に感謝だね。これで銀貨が25枚。そしてここはショットガンがあった建物の2階。ここはまだドアがこれしかないはずだからマシだな。この謎解きなんだけど、発想自体は好き。だけどやっぱり流れがおかしい。何のヒントもなくアナグラムを、溶かされているような感じなんだよね。やっぱり開発期間が。これでようやく銀貨が揃ったね。あまりにもグダったので大幅カットしてあるぜ。それでは銀貨を組み合わせておこうか。次回最終回にできたらいいな。まだまだバグは尽きないんだけどね。それでは今回はここまで。またね。